ご視聴ありがとうございます。今回は、日本のパーソナルコンピュータの普及に、大きな影響を与えることになる、名機、PC-8001 の誕生について、ご紹介させていただきます。76年に、日本電機の、デバイス事業部の販売部門から生まれた、マイコンキットの、TK80 の成功により、生みの親である、渡辺さんたちは、その勢いのまま、翌年の、77年に、TK80 の拡張キットである、80BS をリリースし、さらに、翌年の、78年には、今までの学習教材の製品から、パーソナルコンピューターへと、大きく踏み出すことになる、コンポ BS を発売することになるんだ。そんな中、マイクロコンピュータの販売活動を、兼任しながら、パーソナルコンピュータの開発に、夢中になる、部下たちを、上司の大内さんは、彼らに釘を刺しながらも、その熱意の行方を、見守り続けていたんだ。しかし、これ以上、先に進めば、もう、道楽では済ませられなくなる。と、大内さんが初めて危惧を覚えたのは、渡辺さんが、コードネーム、PCX と名付けられた、新しいパーソナルコンピューターの、比較を提案してきた時なんだ。そう、マイクロコンピューターも変われば、ベーシックも変わる。台頭しつつある、パーソナルコンピューター市場を、狙い、部下たちは、世界の流れを読みながら、PCX で、面目を一新しようとしていたのだ。部下の説明によれば、このマシンでは、これまでの CPU-80 に変えて、Z8を採用するという。開発元はザイログ社。インテルで88を開発したスタッフが、スピンオフし、互換性を保ちながらも機能を、強化し、処理速度を高めたものが、この Z8 であるという。日本電機では、この CPU と互換性のある、MIUCOM780 という製品を、製造しており、実機にはこれを乗せ。そして、ベーシックには、販売部で開発してきた、従来のソフトに変え、マイクロソフトという、アメリカのベンチャー企業のものを、採用するという。このメーカーのベーシックは、アメリカで続々と生まれてきた、パーソナルコンピューターに幅広く、採用され、業界標準の地位を、占めつつあるという。そして、アルファベットの大文字や、小文字、カナ文字、各種の記号を取り扱えるほか、160×100 ドットの解像度で、8色のカラーを表示することができ。さらに、中心となる本体に加えて、様々な周辺機器を用意していきたいという。カラーもしくは、モノクロの専用ディスプレイや、フロッピーディスクドライブ、プリンター、そして、パソコン通信に使用する音響カプラー。こうした機器を、別に用意し、目的に応じて、様々なシステムが組める、モジュール形式のマシンにするという。確かに、この開発プロジェクトの規模は、ごくごく小さい。しかし、PCX は、様々な周辺機器を従え、コンピューターシステムを、試行している。そう、部下たちのやりたいことは、個人向けの、強固型市場を狙った、コンピューター事業への、参入に他ならなかったのである。TK80 は、確かに売れていたし、アメリカでは、機能を強化した、パーソナルコンピューターが、続々と製品化されている。だが、デバイス事業の販売部門が、本格的な、パーソナルコンピューターに挑むと言って、一体誰が、製品をさばいてくれるのか。一台が、数百万円、数千万の、オフィスコンピューターを扱うディーラーが、わずか、数十万の機械を積極的に、売りさばいてくれるわけがない。確かに、秋葉原に続いて、ビットインは、横浜や、名古屋、そして、大阪にも開設され。加えて、各地の半導体部品の販売会社の中には、NEC マイコンショップとして、TK80 を扱ってくれるところが、数件は生まれている。とはいえ、渡辺たちの、パーソナルコンピュータが頼みうる、販売ルートとしては、これだけではあまりにも、細い。こんな、脆弱な売り先を頼りに、パーソナルコンピューター事業を、本格化させ、果たして、勝算はあるのだろうか。と、大内は考え込まざるを得なかった。それに、本質的に、社内にコンピューターの一大専門部隊を、抱える、日本電機の他のセクションが、極めて小規模とはいえ、コンピューター事業に本格的に、手を染めて良いものなのか。と、大内は、迷っていたのである。そう、部下たちは、今、パーソナルコンピュータという、パンドラの箱を、開けようとしている。と、そんな、悩める上司に、渡辺は繰り返し、食らいついてくるのである。自信のある製品が、開発できたからといって、販売ルートは、どうするんだ。製造は、どこでやる。本業の、営業活動が、手薄になることはないのか。大内が、正そうとするすべての問いに、渡辺はあらかじめ答えを用意した上で、繰り返し事業化の許しを求めたのである。この、部下との激しいやりとりの中から、彼らのうちに湧き上がっている、熱の凄まじさを、大内は、改めて痛感させられたのである。確かに、マイクロコンピューター市場は、前年の、70% を、超える伸び率で成長を続け、そして、TK80 も売れ続けていた。それに、渡辺は、一人ではなかったのだ。彼の後ろには、後藤たちが控えており、その背後には、個人のコンピューターに夢を託そうとする、おびただしいマニアたちの姿が、存在するのである。この、
部下の熱意に押され、大内は次第に、PCX の事業化に、傾いていくことに。ただし、新たな販売ルートの開拓は取り組まず、ビットインと、半導体部品の販売店のうち、希望するところだけに流すという、従来通りのルートで、そっと踏み出すことで、ゴーサインを出したのである。日本の、コンピューターの歴史に刻まれる、明治の誕生。79年5月、8000シリーズや8800、そして、9800シリーズを、生み出すきっかけになる、NEC のパーソナルコンピュータの、原点とも言える、PC8001 が発表されたんだ。本体価格は、168,000円で、目標の販売台数は、月間2000台でした。予定していた、8月から1ヶ月遅れで、出荷が開始された、この新商品は、デバイス事業部の予想を、超えた結果が、待ち構えていたのである。そう、この PC8001 は、発売当初から、爆発的な人気で、売れ始めることになるんだ。このマシンは、販売目標を大きく、上回るペースで出荷され、ユーザーは数ヶ月間、製品が手に入らないほどの、人気商品となり。さらに、この新商品の階層を追うように、NEC マイコンショップの販売店の数も、目覚ましい勢いで、増えていくことになるんだ。77年度は、わずか1件、翌年は、3件しかなかった。販売ルートは、8001が発売された、79年に、15件、さらに、翌年は、40件、そして、81年には、1168件を数えるようになり、家電量販店もまた、他社製品と兼売する形で、競ってこの製品を、扱うようになるんだ。そして、発売以来の2年間で、8001は、12万台の出荷を、達成することに。そう、この PC8001 の登場から、パーソナルコンピュータは、誰の目にも、大きな可能性を秘めた、魅力的な市場へと移り始めていたんだ。日本電機の、家電部隊が、パソコンに名乗りを上げる。パーソナルコンピューターの、もう一人の育ての親として、まず名乗りを上げたのが、子会社の、新日本電機グループだったんだ。コンポ BS までの、商品の製造は、外部の、日本マイクロコンピューターに、委託していた。しかし、PC8001 からは、家電部門を担う、新日本電機が引き受けるようになっていたんだ。そして、新日本電機は、79年の1月に、デバイス事業が開発した、PCX の製造依頼書を、受け取ることになり。しかし、この子会社では、それ以前から、パーソナルコンピューターを、独自に開発するという検討が始まっており、ものづくりを担う立場から、このマシンの改装を、つぶさに見守っていた、新日本電機は、家電担当という自らの守備範囲に合わせ、家庭用の低価格機種の、開発計画を具体化させようとしていた。この動きを察知した、大内さんは、正面から互いを食い合うライバルが、グループ内で、並び立つことを防ごうと、製品の性格付けに関して、販売部と、新日本電機の担当セクションとの間で、調整を行うように、と指示を出したんだ。しかし、このすり合わせの作業は、延々と難航し、しかも、新日本電機は、8001に、ほぼ匹敵する機能を備えながら、互換性のあるベーシックを、積んだ、8001用に書かれたプログラムを、そのまま走らせることのできるマシンを、価格を切り下げ、発売しようと考えていたんだ。だがこのプランは、デバイス事業から、異議が申し立てられ、機能がほぼ同等で、価格が安いとなれば、せっかく軌道に乗りつつある、8001のビジネスに、大きな打撃を受けることは明らか。では、グループ内のシリーズという、統一感を持たせながら、価格と、性能をどう切り分けていくのか。この問いを前にして、デバイス事業と、新日本電機の間で、睨み合いが続くことになるんだ。渡辺さんからすれば、新日本電機のプランは、どこまで行っても、PC8001 に、近づきすぎてしまっている。と見ており、一方の、新日本電機の立場からすれば、あれもいけないこれもいけないと、跳ねつけられたのでは、シリーズとしての統一感を持つ機種など、作りようがないです。との思いがあり。そのため、80年の終わりに近づいても、両者は、未だに、合意を見ることができずにいたんだ。そんな中でも、発売開始以来、1年を経過してもなお、8001は、好調を維持し続けていたんだ。日本電機のボスが、パーソナルコンピュータ事業への参入へと、動き出す。事業部間での、圧力が表面化しつつある中、この大組織の、雲の上の上層部が、デバイス事業部が生み出した、パーソナルコンピュータの存在を、知る出来事が起こっていたんだ。それは、それまで、このマシンの存在すら認識していなかった、日本電機の小林会長が、パーソナルコンピューターの本場である、出張先のアメリカでのこと。小林会長は、取引先から、こう持ちかけられたんだ。本社の、話題になっている、コンピューター製品を仕入れたいのだが。との依頼を受け、小林さんは、何のことかわからず、目を丸くすることに。先方の話によれば、その製品とは、PC8001 とかいう、パーソナルコンピューターというものらしく、そんなものは知らない。と、答えると、取引先は、英文のパンフレットを取り出し、小林さんに見せるのである。そう、
パンフレットには、確かに、NEC の3文字が入っていたのである。NEC の、PC8001? そう、パーソナルコンピューターの、有力機種が、自社から売り出されていることを、初めて知り。この時、このマシンは、日本電機の会長の頭に、鮮明に、刻み込まれたのである。この大組織の片隅で生まれた、PC8001 というマシンが、日本で大きな、変革を起こしつつあることを、小林会長は、はっきりと認識したのである。後に、NEC の中高の外も、呼ばれるようになる、小林さんは、東京帝国大学工学部を、卒業後、日本電機に入社し、64年に、社長に就任した時には、同年、松下電機産業の総帥であり、経営の神様と呼ばれた、松下幸之助が、コンピュータは、金食い虫で、儲からん。として、コンピューター事業からの、撤退を表明した時、松下さんともあろう人が、この将来有望な市場に、見切りをつけるとは、いかにも残念。コンピュータは、今でこそ、そろばんが合わないかもしれないが、このビジネスは、必ず、家庭電気の分野にも、不可欠なものになるであろう。とコメントしているんだ。さらに、76年には、日本電機の会長となり、その翌年に、アメリカのアトランタで開催された、インテルコム77において、コンピュータと、通信の融合を、謳った、コンピュータ&コミュニケーションの理念を、提唱しているんだ。そう、通信とコンピュータの融合を、目指すという、日本電機の戦略にとって、一人一人の手元で機能する、パーソナルコンピューターは、重要な鍵を握っていたんだ。ここから、デバイス事業部の一角で、細々と開発されていた、パソコン事業は、この、大組織のトップのもと、NEC という、会社を挙げ、大きく動き出すことになるんだ。今回はここまで。次回は、いよいよ、日本電機の会長が動き出し、この年の暮れに、小林会長は、全役員と、事業部長を合わせた、300人に招集をかけ、パーソナルコンピューターの勉強会を、スタートさせ、会長も、自ら最前列に座り、PC8001 のキーボードを、叩き始める。そして、上司の大内さんを、会長室に呼び寄せ、渡辺さんたちを、専門の事業部へと、独立させるようにと、決断を促し、さらに、日本電機の、コンピューター事業の本流である、情報処理部隊も、このパーソナルコンピュータ事業への、参入に向けて動き出す。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。